こんにちは、岡崎です。OK 先生です。今回は国語教科書、俳句の味わいの解説をやっていきたいと思います。みんな、俳句って聞くと、難しいなとか、面白くないなとか、そういうふうに感じる人がいるかもしれません。でも、俳句にはちゃんとした読み方とか味わい方があるんだね。それが分かれば、俳句って結構いいもんだな、奥が深いんだな、そんな風にいろいろなことが分かってくるようになると思います。今回の解説を最後までしっかり聞いてもらえば、そんな俳句の良さが分かってくると思いますので、最後まで聞いていってください。このチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。この動画の最後に今回の文章が載っている教科書の再生リストが表示されます。その中に国語の解説動画がたくさん入っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。俳句っていうのは短詩系の文学っていう風に言われます。短詩系、つまり短い詩の形。そうだよね。詩は詩でも俳句はすごく短い。他にも短詩系の文学って言われている中に短歌があります。みんな2年生の時に習ったよね。このチャンネルでもこういう感じで短歌の解説動画を配信してますので、忘れちゃった人はこれを見て復習してください。で、短歌と比べて俳句っていうのは比較的新しい文学。短歌の歴史はなんと1300年だったよね。それに比べて俳句は400年の歴史しかありません。江戸時代から始まった文学。なんでか。一つは俳句ってやっぱり短すぎるの。そんな短い文字数で自分の思いを伝えられるわけがない。だから俳句はなかなか形にはならなかった。なんと俳句は575の3句。5の部分、7の部分、5の部分。この3句からできてる合計17音の定型の詩。決まった形、575っていう定型の形がある詩です。ちなみに文字数に制限がない詩のことを自由詩っていう風に呼びます。俳句とか短歌とかっていうのは文字数に制限がある定型詩っていうわけです。たった17音で自分の気持ちとか情景とかをちゃんと表現できるのか。これ難しそうだよね。ツイッターだって140文字ぐらいの文字制限あるでしょ。たった17文字で言いたいことが伝えれるとは思えない。なので俳句の中にはいくつかの工夫がされてます。その一つが季語、季節を表す言葉っていうのが入ってます。つまりある言葉の中に季節の意味も含まれる、そういうことなんだね。そうじゃないと春のことですとか、冬のことですみたいに言っちゃってたらすぐ17音なんて使い切っちゃうでしょ。なのでしだれ桜とかすみれみたいな言葉の中に春っていう意味も含まれる、そういう風にしてます。これが季語。この季語に関しては歳時記という書物に分類整理されてます。この季語を俳句の中に入れなければならない、そういう約束があります。それでもう一つは切れ字。これも短い言葉の中に詠嘆の気持ち。詠嘆っていうのは深く感動する気持ちのこと。それを込めるわけ。この切れ字、いくつかあるんだけど、有名なの3つ覚えてください。かな、や、けり。覚え方は、かなやくん。かなやさんでもいいんだけど、かなやくん、かなやさんのけり、キックで覚えてください。かなや、けり。これで覚えれるよね。この3つの言葉が出てきたら、これ切れ字だって思ってください。この短い言葉の中に詠嘆の気持ちがこもってるっていうわけなんだね。季語と違って切れ字は俳句の中に使うか使わないか、それは俳句を作る人の自由に任されています。そしてこの世界的にも短い詩である俳句は国際的にも認められるようになった。俳句という言葉で外国の人たちにもよく知られてるし、外国語にも翻訳されてます。国際的な文学になった。そういうことなんだね。それでは実際にどんな俳句があるか見ていきましょう。まずはこちらの俳句です。一緒に読んでいきましょう。渡り鳥、みるみる我の小さくなり、こちら音を数えていってみましょう。わたりどり5音だね。みるみるわれの7音です。小さくなり5音です。つまり5、7、5になっているね。季語は渡り鳥、季節は秋です。この俳句で注目してほしいのは、みるみる我のの部分。なんとこの俳句の中でみるみると小さくなっていくのは空に飛んでいる渡り鳥ではなくて、我、つまり自分の方なんだね。これって不思議な表現だよね。俳句っていうのは短いからどっかに工夫を凝らして自分の言いたいことを表現する必要がある。ここでは上五、つまり最初の5音の部分で渡り鳥とつぶやいた瞬間に渡り鳥を見ている自分の景色が渡り鳥の目から我を見ている情景に切り替わったの。こういう風に我と渡り鳥の視点を逆転させることで、この俳句を読む人は渡り鳥の目になって下にいてる自分を見下ろす。そんな空を飛んでるような気分が味わえるっていうわけです。それが上五で渡り鳥とつぶやいた瞬間に起きた出来事だったんだね。ちなみに俳句の五七五の最初の5音の部分を上五って言うんだけど、真ん中の7音の部分を中七、こういう風に呼びます。で、最後の5音の部分を下五、こういう風にも呼びます。いいですか？では次の俳句読んでいきましょう。狼に蛍が一つついていた。季語は蛍、季節は夏です。ただね、この俳句にはもう一つ季語となる言葉が入っている。原則は一つの俳句の中に季語は一つだけなんだけど、この俳句は季語が二つある季重なりの句なんだね。しかもその季語は、夏の季語蛍とは季節まで違う。この狼というのは冬の季語なんだね。一体これはどういうことなのか、この俳句の季節は実際には夏なのか、それとも冬なのか、こういうふうにみんな思うかもしれないんだけど、答えはね、夏なの。なぜならね、この狼という動物は、明治時代に日本では絶滅したと言われているから、この作者の金子トータが生きている時代には存在しない動物だったんだね。作者の故郷は埼玉県の山奥。でもそこには狼が生きていた時代があった。だから作者はこんな光景を思い浮かべたの。一匹の狼に蛍が一つしがみついているっていう場面。狼は大きくて強い動物で、蛍は儚い生き物。そんな二つの生き物がしっかりと触れ合っている様子。なんかそれってユーモラスで幻想的だよね。ちょっと面白くて夢みたいな光景。そんな光景をね、作者は蛍が舞う夏に思い浮かべたっていうわけ。俳句の中で今は存在しない狼という動物を登場させることで、そしてそこに2つの季節を詰めることによって、時間が超越している様子っていうのをこの俳句を読む人に伝えているんだね。いいですか？ではその次、こちらの俳句。ずぶ濡れて犬ころという俳句です。こちらの句はたった9音しかない自由律俳句と呼ばれる俳句です。自由律俳句は俳句の決まりにとらわれない俳句。つまり俳句は五七五の定型を持った詩で、季語も入れるっていう決まりがあるんだけど、この自由律俳句はそれに当てはまらない。ね、五七五のリズムでもないし、季語も入っていない無季俳句です。こういった俳句で作者が伝えようとしているのは、雨に濡れそぼった子犬。これをね、たった9音で表現しているの。これは一体どういうことか。今この雨に濡れているこの子犬は親犬とか飼い主がいないんだね。そんな寂しい子犬の俳句を作った作者自身も孤独に耐えていた。作者住宅謙信は病気になったり離婚をしたりいろいろと苦労した後25歳の若さでこの世を去った。だからそんな作者だからこそこの人生っていうものを切実に見つめることができた。人生の辛さ、寂しさが伝わってくる俳句です。いいですか？では次の俳句。火炎時より次々とあげはかな。こちらの俳句も五七五の成長のリズムではない波長もしくは熊たかりと呼ばれる俳句です。五七五のリズムを正しいリズムだとすると、こちらの波長は調子を破っている、外れているっていうことで波長、こういうふうに言うんだね。この俳句を文節で区切っていくと、まず最初は火炎時より7音です。次々と5音。あげはかな5音となる。つまり7音5音5音となっています。で、これは熊たかりとも表現できるんだけど、火焔土よりのよりの部分が上五の部分ではなくて中七と考えることもできるよね。つまり火焔土、この5音で切って、よりを中七の7音の部分に含める。つまり、より次々とこういう風になって、最後の下五、あげはかな、こういう風に読んだら、ちゃんと五七五の俳句になるよね。つまり、火焔土よりっていうのは一つの文節であるにもかかわらず、よりの部分がその下の句にまたがっていってる。だからこれを熊たかり、こういう風に呼ぶんだね。いいですか？で、この句の季語はあげはです。季節は夏。このあげはっていうのはあげは町のこと。ちなみにこのあげはかなのかなは切れ字です。ここに作者の感動の中心があるんだね。で、まずね、この火焔土器なんだけど、こちらは縄文時代中期に作られた土器。こちらのように装飾も火焔のように美しく、踊るような躍動的なうねりを見せているんだね。で、作者はそこから何かが吹き出すようなエネルギーを感じた。そう思ってこの火焔土器を見ていると、なんとそれが火焔土器の大きく開いた口から、次々に舞い上がっていくアゲハチョウのイメージと結びついたの。この俳句の作者、堀本裕樹さんは、そういったその時突然頭の中に浮かんだ幻想的なイメージっていうのを俳句にしたんだね。どうですか？今回の授業分かりましたか？短い言葉の中にもたくさんの思いを詰めることができる。それが俳句だったんだね。もっと俳句のことについて知りたいっていう人は次の動画、俳句15分も見ていってください。下の説明欄にリンクを貼っておきます。それでは今回の授業これで終わりにしたいと思います。いつもいいね、コメントありがとうございます。これからも頑張って授業動画を配信していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。